プラットホーム、松久駅は、埼玉県小玉郡三里町大和山かにある、東日本旅客鉄道八高線の駅である、短式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては、相対式二面二線を有していたが、無人化に合わせホーム、線路は共に撤去され、現在対抗ホームとは公園に転用されている。駅舎は2002年に新築された。トイレは、 推薦式で駅舎脇のホーム上にある。以前は駅舎内にあったがトイレが新設された再撤去され、待合室に改造されている。高崎駅管理の無地見駅、乗車駅証明書発行機と簡易水化改札機が設置されている。埼玉県統計年間によると、九百九十九年度から二千十年度の年間乗車人員を三百六十五手除した1日平均乗車人員の 水位は以下の通りであった。なお、少数点以下の値は、死者購入して算出している。松久駅周辺を走る八甲線三里町に位置する唯一の駅であるが、町の南部では、用土駅が、町の北部では、本庄和世代駅や本庄駅の方が近く、また八甲線の本数も少ないことから、高崎方面への旅客で当駅を利用するのは、松久地区。 大沢地区の住民が市となっている。駅の周辺は住宅街となっており、県道本庄より線まで出れば飲食店や薬局などがある。駅前には送迎用の駐車スペースがある。特に駐車、駐輪禁止との表示はないため、地元の利用者はここに車両を止めていくことが多い。飲料の自動販売機が設置されている。その西側には無料の駐車場もあり、 駐輪場も併設されている。なお、周辺にはこの他に、駅利用者向けの駐車、駐輪場などはない。その他駅周辺には、三里町町内循環バスの松久駅バス停が置かれている。松久駅前情報館現在の駅舎は、2002年に町との調整もないまま木造建築から建て替えられたが、住民や利用者らから、公衆トイレのようだなどと批判が多く。 再度駅舎を改築して、町の玄関口としてふさわしいものにすべきという意見が強かった。三里町の野口茂信町長,長も2007年12月の町議会の一般質問で財政面からもすぐに実現できるかはわからないとしながらも、ログハウス風の駅舎にするのもいいのでは、と具体的な案も示していた。しかし完成してから10年も見たない上に利用者も多いとは言えない中で、 JR が駅舎を改築するのは現実味に乏しかった。そのため三里町が既存駅舎の入り口に連結する形で松久駅前情報館というログハウス風の公共施設を建設2012年4月に竣工した。なお、同じ八高線では名里市駅がログハウス風の建築となっている。東日本旅客鉄道八高線用土駅松久駅小玉駅。 ありがとうございます。